うーわー、本降りになっちゃったか。大丈夫？濡れてない？タオルそこにあるから。まあ山の天気は変わりやすいし、すぐ止むだろうけどね。作ってる最中とか食べてる最中じゃなかっただけ、よしとしようかな。で、なーにそんなに端っこにいるの？はあ？雷が怖いって。大丈夫だよ、雷なんて。鳴ったね。しかも結構でかかったし。そんな端っこで怖がってないで、こっちおいでよ。あ？腰抜けた？え、さっきの雷で？怖がりすぎ。しょうがないな、俺がそっちに行ってあげる。大丈夫だよ、鳴ってるだけ。変わってない、昔からそうだったよね。すっごい怖がりでさ。大丈夫だってば、怖がりすぎ。俺がいるから平気でしょ。ほーら、大丈夫だから。うん、大丈夫、怖くない、怖くない。これもあの時のキャンプと一緒だね。夕食作ってる最中に雨が降り始めて、ロッジに避難したんだよね。で、雷鳴ってさ、悲鳴上げながら俺に抱きついてきて。あの時はさ、結構俺冷静な態度だったけど、ぶっちゃけすっごいドキドキしてたんだよね。あ、やっぱり驚く。逆にドキドキしすぎて冷静になっちゃったっていうか。どっちゃっと、うわ。そんな勢いよく抱きつかなくても。そんな怖いんだ。あの頃と変わってない。今も抱きつかれてドキドキしてる。あの頃は子供で、このドキドキの理由はっきりしなかったけど、今ならわかる。俺好きなんだ。ずっと好きなままだったんだ。だから抱きつかれてドキドキするし、嬉しいって思う。驚きすぎでしょ、ムードぶち壊しだよ。で、なんで逃げるの？俺今真面目に告白してるのに。でも逃げた場所が悪かったよね。これって最高のシチュエーションじゃない？ほら、こういうの、こうやって壁際に追い詰めたらさ、逃げ場ないよ。なんかドラマみたいだね。ね、このまま俺の気持ち聞いてよ。嫌でも何でも聞いてもらうけどね。だって壁際に逃げ込んだ方が悪いんだから。あんたのことが好き。冗談なんかじゃない。俺本気だから。ねえ、顔赤いよ。ドキドキしてくれてるの。かわいいね。ちょっと顔背けないでよ。ちゃんと俺を見て。こっち見てって。あ、ごめん、
強引すぎた？でもさ、これくらいしないとこっち向いてくれないでしょ。大丈夫、これ以上は何もしないから。ただこのまま話がしたい。嫌じゃん、なんか顔そらされたまま話すのって。な恥ずかしがってるのに雷が鳴ると自分から抱きつくんだね。ねえ、わかってる？俺は告白したばっか。そんな俺にあんたがこうやって抱きついてさ。おっと、ちょっと離れないでよ、まったく本当に可愛い反応を見せるね。なんか信じられないな、なんで彼氏いないのか。ああ、仕事が忙しくて作ってる暇もないのか。え？俺はずっとあんたのこと思ってたからさ、告白とかされても興味持てなくて。本当のことだよ、好きって意識したのはついさっきだけどさ。なんだろう、どれだけ可愛い子とかに告白されても何とも思えなくて。あ、多少は嬉しかったけど。でもさ、俺の心の中にはずっとあんたがいて、あんた以外の女とどうこうなりたいって思わなかったんだよ。もうさっきから顔赤くしすぎでしょ。ねえ、そうやって恥ずかしがるのってさ、俺のこと意識しちゃってる？本当に俺のことを意識してるの？いや、だってそりゃにやけるでしょ。やばい、すっごい嬉しいんだけど。あのさ、それって俺と同じ気持ちってことなんだよね。ありがとう。なんか俺言いたくなっちゃった。てっきりあんたが困ると思ってたから。そんな勢いよく否定しなくたっていいって。驚いて当たり前だし、困って当たり前だよ。何年かぶりに会った幼馴染の告白なんてさ。だから俺の気持ちに返事をくれてありがとう。俺と同じ気持ちでいてくれてありがとう。ってことで、俺彼氏になったんだからさ、ちゃんと俺のこと頼ってね。約束。ほら、指切りげんまん、嘘ついたら、嘘ついたら仕事辞めて戻っておいで。あ、さすがにそれはちょっと無理か。けどさ、都会で一人暮らししてたら絶対あんたは我慢しちゃうもん。俺がそばにいなきゃ甘えたり頼ったりしないでしょ。じゃあ俺があんたを追いかけて都会に行こうかな。そうすればいつでもあんたのそばにいられて。で、おった。ああ、今のはでかかったね。こうやってさ、雷以外のことだって俺を頼って。雷が怖い時も、仕事で疲れた時も、俺はあんたと一緒にいるからさ。まだ怖い？じゃあ俺が耳塞いであげる。
やばい。ねえ、このままキスしちゃっていい？いいよね。大好きだよ。これからは俺がいるから、いつでも守るから。